ということで、はい、もうね、すぐ小玉来ました。あ、来ました。小玉じゃない、普通列車。小玉来た、小玉。で、一応調べたんですけど、これはもう絶対乗ってないです。はい、先の段階で岡山行ったんでね。はい、で、新幹線調べたんやけど、これ最速やと新島関じゃなくて福山から乗った方がいいわ。あ、なんで福山方面までこれで行きたいですね。ちょっとまた次の相手のあれっていうのも様子伺いつつ、九州方面、まあ僕たちも策はありますから、はい、とりあえず行きましょう。はい、鬼チームをうまくかわした逃走者チームは新幹線を使い九州へ向かうことにした。いやでもね、四国の後は九州ということでね、めちゃめちゃ離れてるというわけではないんですけど、なんせ時間制限っていうのがあるんでね、これがちょっと大変ですよ。入ればいいっていう問題じゃないんで、終電っていうのを念頭に置いてね、やっていかないといけない。列車は新倉敷を出発しました。新倉敷から乗ろうと考えたんですが、30分ぐらい列車がないんで、だからもうちょっと進んだ福山からとりあえず新幹線に乗ろうかなと今のところ考えてる段階です。一応、まあ、九州まで、ね、まあ、どうやっていくのかある程度は、まあ、プランは立てまして、うまくいくかなちょっとね微妙なんで何とも言えないところではあるんですが、基本的にね位置関係はこんな感じになってて、この松山とかからねギュッとこう大分方面に向かうことできるんですよ。ただなんせやっぱりねこれ本数がないと、だから勘づかれてこの松山方面に行ってる時点でもうここ塞ぐでしょう。だからちょっと現実的ではないかなと思ったんですよね。一方で九州に関してはもう入り口がほぼ1個なんですよね。福岡空港に飛行機で行くか陸路だともうここですね、新幹線か在来線。僕もでもね非常にね警備がしやすいですよ。キュッてなってんの分かりますよね。入り口が狭いんですよね。追い返されたら次別の方向行くってなったらぐるっと回らないといけないんで、ちょっと絶望的になってしまうんですよ。ということで16時の位置公開です。はい、彼ら新幹線乗ってます。お、乗ってる。もうね福山ぐらいやで、もう追い越されたかどうかぐらいじゃん。あ、まあ、僕たちがまあママと岡山を迂回したじゃないですか。それに気づいてまあシフトチェンジというか、とりあえず爆速で向かってる感じはするね。で時間的に望みかな。なるほど、感じやな。そういうことはもう九州入りする予定か、うん、こいつらはか、その新下関とか端っこの方で待っとくか、まあ、どっちかやと。あ、そうかそうか、まあ、どっちにしても俺らとしてはまだ面倒くさくて、逃げるというよりは盾があるからそこを突破していかないといけないという感じですね。なるほど、まあ、仕方ないこれは。はい、まあ、明日朝一までのっていうことはもう実質もう今日の終電までに九州に行かないといけないんで、それ以外の選択じゃないと。絶対にね崩さないといけない壁があるということなんで、うん、それをどう突破していくのかっていうところ。とりあえずじゃあもうこの感じやと多分福山から新幹線でいいな。うん、向こうはどこで降りるかっていうのはちょっと分かんないですけど、安全圏内でねとりあえずは近づきたいと思います。はい、両チームとも九州へ向かい始め、部隊は九州へと移行し始めた。果たして逃走者チームはどのように突破していくのか。新幹線の中で5時に出発したんですけど、うん、広島から西に向かってたんで、うん、まあ多分もうそろそろ来るんじゃないかなっていう感じです。新幹線やんな。新幹線乗ってる、まあ、だからここで貼っとけば絶対捕まえる。さっき調べててんけど、うん、ここの駅通過する電車ないから、うん、前みたいなことにはならへんわ、うん、ここ大丈夫だから。じゃあとりあえず待ちますか。せやな。1時間とどまらないといけないです。これあれやな、明るさが全然違うね。5時半ですから今。昨日はまあ東北の方行ったけど、今日はゲームマスターの都合で、こっちにいると。そうですね、ですね。これかなり緊迫してきましたよ。この通り彼らは九州の玄関、もうこの小倉方面にいると、はい、小倉にいます。で僕たちここやから、ほんまにまさにライブゲームのこの場所が映ったね。もうこっからもう逃げられませんよ僕たちは。ただここで1時間待機よね。そう、1時間待機して最終ちょっと詰めようか。いやです。
絶対警備されてるから、この警備された九州をこっちのものにするかね。ルパン三世の気持ちは分かりますね、これは。じゃあとりあえずちょっと改札を出ます。はい、ということで17時半、もうすぐ今ジオが見てますけど、小倉で止まってます。小倉か、やっぱ小倉ですね。一応調べたんやけど、あいつらこれで一応気づいて新山口追いかけてきても間に合わないです。そのために新山口降りたんで。あ、賢い。ちょっと僕たちもそろそろ動きます。はい、まあ1時間動けないんで一旦落ち着きつつ調整します。はい、接近し始めた両チーム。関門海峡を挟んだ攻防戦が幕を開けた。おった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 、下関の文字見えたよ。山口県ね、まさに本州の玄関でございます。ここからちょっと西に進むともう九州です。4両編成下関行きの普通、これが18時48分に出てます。なんでね新幹線乗らないのかということなんですよ。これ乗れよ。僕たちね結構話し合いました。はい、九州に渡る方法ほんないろいろあんのよ。そうですね、飛行機も考えたな。はい、ただあいつさ知らんだろうっていう方法1個あんだよ。これね、九州まで歩いて渡れるんですよ。おこれあれですからね、あの合法です、もちろん合法ですか。で泳ぐとかでもなくて実現可能、はい、というのは関門人道って言って文字と下関の間を何キロかな、1キロぐらいなのかな、地下をトンネルで歩ける道路があるんですよ、はい、徒歩専用、徒歩専用、うん、の人道っていうのがあって、はい、これそもそも知らんと思うよね。これ知らんでしょ。でその最寄り駅に行くんだったら、うん、新幹線行くよりもこっちで在来線で伝っていった方がいい。なるほどね。かつ1時間待機もなく、はい、行けるから。これ来たでしょ。これ来たと思う。だから乗車時間自体ちょっと長いんやけど、うん、ただまあ新幹線乗ってないってなったとして在来線張られたらもう俺たちは違うんでね、うん、すぐ列車降りて、はい、歩いていきますんで、はい、あれって海底の中に本州と九州の境目があるのよ、はい、俺らはもう入ることさえできれば OK やから今回ミッションはな、はい、すぐパッとずらかろう、本州の戻った方がいい、そうしようっていう作戦でいきます、はい、関門人道を使い徒歩での九州上陸を狙う逃走者チーム。しかしこの判断が後に思わぬ事態を招くことになる。7時になったんですけど、位置情報が新山口からこっち向かってきてる。あ、在来線？在来線みたい。多分あ、新幹線ちゃうんや。そう、どうしようかな。俺も新幹線で来ると思ってたからさ。なあ、在来線ってどうやって張ったらいいかわからんな。これそうやな、新山口からあれやんな、下関あたりに新幹線の駅あるやんな。 あるな。そっちから来るかもしれへんし、全然わからんな。どうするこれ。でもここでさ、あいつら入れへんかったら、そうやね、勝ちやもん。勝てるやん。はい、やお助け電話を使うか。そうやな、ああここで使わせてもらおう、ひろきさんの力。そうやな、ね、2日目で2回目やけど、もう使った方がいいな。ここで勝てるんやったら電話、うん、今行けるからアップ取っておかけします。なんとしてでも逃走者チームの九州上陸を阻止したい鬼チームはお助けテレフォンを頼ることにした。今回のお助けテレフォンの相手は鉄道系 YouTuber のひろきさん。西園寺の日頃からの友人であり公共交通のプロフェッショナルであることから有益なアドバイスが期待できる。あ、もしもし、今お電話大丈夫ですか？大丈夫ですよ。あ、よかったです。今僕ら小倉駅にいるんですよ。小倉、小倉駅。逃走者の方が今新山口から九州方面に向かってて、在来線で向かってきてます。向かってるんですけど、僕らはその九州入りを阻止したら勝ちなんですよ。それをどうしても止めたいので、なんかそう案があればなと思ってちょっとおかけしてるんですが、なんかありますかね。わかりました。そしたら、小倉にいるってことはおそらく上陸ルートが山口県の方からになると思うんですよ。はい。鉄道だと、はい、在来線、山陽線が文字の方から伸びてて、はい、これか、もしくは山陽新幹線、はいはい、新幹線、在来線か新幹線か、はい、その2つですよね、大体、はいはい、新幹線って九州の駅に到着したら1時間動けないんでしたっけ。逃走しちゃって。あ、そうなんです。縛りがあって、そういう。そしたら多分、わかんないですけど、僕だったら新幹線使わない。はいはい。だとしたら、その他の彼らが考えそうなことは、新幹線の線の近くに関門橋って橋があるんですよ。橋があるんですよ。はい。そこは鉄道通れないんですけど、はい、車が通ることができて、そこをバスで通るか、もしくはそこのすぐ下の海底に、はい、歩行者専用の海底トンネル、関門トンネル。歩けるトンネル、それが通れるんですか？マジで？そうなんですよ。すごい狭いトンネルなんですけど。はい。え、知らんな。そんなんあるんですか？鉄道使わないんであれば、
なるほど。確かに考えそうなのは、それありますね。絶対彼らやったら使いますよ、ね、使いますね、そういうの好きなの。好きそうですね。好きそうですね。確かに、あ、それは考えなかった。確かに、わかりました。ちょっとまた考えてやってみます。じゃあ、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。本当に力になります。じゃあ、失礼します。失礼します。ありがとうございます。ということらしいので、関門海峡を歩いてくる。歩いてくるかもしれへんし。知れへん。でも、まだわからへん。まだわからへんけど、可能性はある。そう。とりあえず、okay、次の位置情報まで待とうか。そうやな。うん。Okay。ひろきさんは言ってたけどさ、まあ、在来線かそもしかしたら歩いてくるかもしれへんやん。まあまあそうやな、どっちが可能性高いか分からんけど、うん、まあ、とりあえず文字言っとけばいいやん。とりあえず在来線乗ってたら、あれの31分のやつ、うん、ちょっと急がなあかんけど、今30分やけどさ、一両方どこおる。あいつ通り車で来てる。来てる来てる。じゃあこれ乗ろう。これか。この列車は19時31分で、黒列車は調布でございます。調布ってなんでかというと、関門神道のちょっと入り口の近くまでバスが出てるんですよ。はい。そこからパッと乗り換えて、あ、ここから出てるんで、出てるんで、これが一番いいということで。なるほど。そう。な、余裕やな。これは余裕よ。申し訳ないけど。申し訳ないけど余裕やわ。もうすいません。すいません。申し訳ないけど余裕やわ。すいません。3時間滞在とかないか。うん。九州滞在1歩だけ。はい。これ。あ、これこれこれか。三田交通ね。あ、懐かしい。これや、ミモスソガワというところ。これが神道の入り口ね。そう、これがもう関門海峡のね、神道の入り口がすぐ近くにあります。我々行ったことありますから。僕たち何回か歩いてるんで。はい。次は松尾田です。大湯方は入れてください。線路から外れてるわ。もう海沿いの道進んでるわ。じゃあ人道ちゃう？近いよね。もう結構近い。じゃあもう行かない。どうか。はい、ということで着きました。久しぶりでございます。久しぶりだな。久しぶりやで。見てください、これ関門海峡。見て、これ九州。ああ。川挟んでもう向こうが九州です。ミッション完遂まではね。もうでもあっちまで行かなくていいんよ。途中その真ん中ぐらいで本州と九州の境目、うん、山口県と福岡県の境目がある、はいはいはい、福岡県一瞬でも入ればもう達成なんで、うん、余裕やね。もう行かないです、町には、うん、もうすぐ帰ってきます。行こう行こう。もうで人道はそっちです。これ人道の入り口よ。人の道と書いて人道です。はい。確かにね、ここから地下トンネルですから、ね、我々も歩きましたからね、過去午後10時まで。そう、だから危ないんよ。あ、これね、日の出までとか言って調子乗ったらあかんのよ。で、無料ね。無料ね。自転車は20円かかる。エレベーターで行きます。自転車も入れる大きなエレベーターです。関門トンネルがこの下やよね。トンネルがこれ橋やから。いや、こんなんあったんやな、これすごい。いや、こんなんあんねんな。すげえ。いや、エレベーター広っ。おう、ちょっとやつ急ごっか。何来てるかな、あいつら。もうちょっとね、九州寄りね、向こうが。やらしいな、それ。遠いとこに。はい、もうちょっとか。待って、あいつら、おる、おる、おる。出口のない一本道で出くわした両チーム。元陸上部の千尋が牙を剥く。急げ急げ。早すぎるあいつ。
起きない起きない起きない来るなよ早く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 おい一応やばいってお前確保一歩手前でエレベーターに乗り込み逃走に成功した逃走者チーム。しかしミッションをクリアすることはできなかった。死ぬ気で走ってるよ。まあさすがにしんどいよね。まあでも追い払ったし、うん、そうやな。そう日の出までやったかな。もう勝っただから俺は。公共交通機関ないし。この壁守りきったな。うわ、追いつきたかった。無理や。いやあれは無理よ。お疲れまして。ありがとう。確保することはできなかったが、追い払うことは成功した鬼チーム。一方その頃作戦に失敗した逃走者チームは。いやマジか、これ人道潰れたらしんどいで。マジか、来てないよな。ちょっともうバスだね、すぐ来るから、とりあえず乗って逃げるか。来るかバスあるか。あと5分後にあるわ。いや違う、でも5分後言うても結構来るでね。とりあえず逃げとこ逃げとこ。あいつらやったな、あんなん絶対知らんもん。これ誰がや、テレフォンやろ。テレフォンやな。誰やテレフォン。これテレフォンや。テレフォンしたやつ誰や。よくさん正解です。まさかの作戦失敗に動揺が隠せない逃走者チーム。とりあえず来た道を帰ることにした。とりあえず帰ってきたけど調布駅に。とりあえず帰りました。ただもうちょっと一回離れなあかんわ。なんで東に戻ります。作戦組み直しです。まあ、まだ日の出までっていうミッションやな。まあまあまあ、夜行バスとかワンチャン行けるかもしれんけど、ちょっと考えよう。考えようか。